本読んでんのバリバリでね、今ね、あー車高そうですねってね、車高はちょっと低めなんですけど ね値段はちょっと高めなんですよ。うん、トム先生ね、京都の清明神社ね、参拝するときアドバイスあれば教えていただく。アドバイスね、京都の清明神社、ね、意外とちっちゃくてね、あっという間に終わっちゃうんだよね。楽しんでください、楽しんでくださいね。清明神社アドバイスってそのスピリチュアル的なアドバイスでしょ。でもその前にね、あれですね、壁に安倍の生命のお話がいっぱいね載ってるから、そのお話をちゃんと読むともっと清明神社が好きになります。でね、そういういろんな話を知っていて拝むと、なんていうのかな、親しみね。トム T シャツ着て配信してるんですがね、相談コメントが多くなりました。よかったね。でもね、相談が来るというね、人気の証ですよ。でもね、運気が上がるから、運気が基本的に着て歩けるお守りということなんでね、それを見てると、その壁画と壁に貼ってるお花の中でも安倍の生命が渡辺の綱っていうのと鬼退治をしたお話とかね載ってるの。その渡辺綱っていう人が名字、今も日本で渡辺さんっていうんだけど、渡辺さんの先祖はその渡辺ね、渡辺の綱なんだよ。いや今ね、手相学とか人相学とかあるんだけど、それでちょっとね、前相学というのをね、オリジナルで作ろうと思っての。前相学、前相学ってのは手相人相をその人の喋り方から書いてること全部、僕がいろんなのであれしてたね、占いの全てをぶち込んで、で今ね、だからなんでさっき Kindle ペーパーホワイトとか欲しいなーって言ったかっていうと、またね、いろんなね、文献であったり、ね、いろんな占い書物を読んでるの。なぜかっていうと、これは霊感がない人なんかもそうなんだけど、やっぱりさ、昔こう、じゃあ福耳の人を見たらね、そのね、霊感山感というよりはね、まあ、霊感ある人だったり直感力が優れてる人もいっぱいいるんだけど、どちらかというと僕はその、例えば福耳の人ってさ、お金持ちとかっていうけど、福耳の人ね、確率的に言うといいものいっぱい食べてたりすると、ね、やっぱ体もさ、ふくよかになってきたりして福耳になったりとかね、そういう、なんていうのかな、あとね、いろんな、なんていうのかな、手相にしても手の厚みから全部見てんだよ。爪の形からね、僕はね。さ、ありがとう、草ありがとう、霊障院さん。爪のこの白い部分とかもあるじゃない。そういうとことかも手相鑑定とかって手のひらだけじゃなくて全部見てんのね。そう。そうするとね、健康状態でわかるんだよね、いろんな。だから、内臓が悪い人は、こうね、黄疸みたいなのが出るとか、ありがとう、霊障院さん。ね、黄疸が出たり、顔が黒くなってくるとか、そういうものも、昔の東洋医学的なものも入ってんだよ。昔のそういう、なんていうのかな、人相学だったり、手相学であったり。そういうもので見ていきたいなと。不思議なんだけど、そういうのって当たるんだよね。そう、そういう観点で。だから、なんていうのかな、泣きぼくろある人は結構男運が悪いとか、ね、あるじゃん。そういうのと同じで、そういう確率論を、だからね、霊感じゃなくても座った瞬間に、あなたこういう感じの部分があるから、ね、こういうの気をつけてくださいねとかっていうのを霊感じゃない感じで見た瞬間に分かるような感じの、ね、ちょっと前相学っていうのを作ろうかなと思った。例えばなんだけど、眉間の広さ、眉間のこのね、目と眉間のね、ここが離れてる人ってのはすごい、なんていうのかな、人に好かれたり、なんていうのかな、なんていうかな、まあ、人間付き合いをね、たくさんする人なんだけど、それが、そう、人相学だけじゃなくてね、全相学。もう手相、人相、喋り方、文字の書き方、全部集大成であれしようと思ってんだよね。要はね、眉間が広いか広くないかっていうのも判断基準があるけど、自分の指の人差し指と中指をこう置いた時に、ね、大体これがぴったり入るくらいが、一応標準って言われたら、標準って。ね、だから、これ以上大きい場合は、それが悪いってわけじゃないんだけど、そう、標準。ね。標準より、そう、広い人なんかも、それが悪いじゃなくてね、あんまり広すぎると、騙されやすいとかね。の、ウクレレもできて天才です。な、器用貧乏だよ、器用貧乏。てか、暇人だよ、暇人。ウクレレもね、昔ね、ギターもやってたんですよ。ね、ギターコードとか全部忘れちゃったから。だからギターやり直したいなと思うんだけど、ギターは音が大きくてね、ウクレレも音大きいんだけど、ギターもっと音大きいからね、近所迷惑になっちゃって。
トムさん、トムさん手が綺麗。そうなんだよね、あの苦労してない手だよね、苦労してない手、ね、で苦労はしてるんですよ、めちゃめちゃ。乗ってる車は、ね、なんて車なの、あのレクサスっていう車です、レクサス 11PM だけどさ、そう 11PM とか昔の G-MEN75、そのくらいでも親と見てて恥ずかしいなとか思ったもん。 G-MEN75 って、そう、丹波哲郎ね、亡くなっちゃいましたね。丹波哲郎さんのね、大霊会とかね、僕の友達出てましたね、あの俳優の丹波塾だったのかな。中山美穂を略すとね、ミポリンね、中山美穂を訳すとミポリンなんだけど、丹波哲郎を訳すとタンバリンですからね、皆さんね、みんなに教えてあげてね。